どうもこんばんは。こんばんは。劇団ブラッツです。じゃあ早速ですけれども、タイトルコールからいきますか。ひとみです。あ、みなみです。はい、じゃあタイトルコールいきます。劇団ブラッツです。はい、劇団ブラッツの集えアジタに大集合、ね、そして乾杯ジンジャーエール。はい、乾杯。お疲れ様でした。はいはいはい、24時半ですね、始まりました。また1時間、ゆるりとお付き合いいただければと思います。ゆるりと。はい、今日5月は1日ですね。5月になりましたね、うん、なりましたね。なりましたねというか、なっちゃったよ。ゴールデンウィークですね今。あ、そうですか、ね、ゴールデン。ゴールデン、今日と明日は一応ね、ゴールデンウィークのまあ谷間というか平日ですけれども。さっきからさ、谷間ってなんか、谷間じゃん、だって連休が。谷間って言うの？谷間って言わない？だって初めて聞いた谷間なんて言い方。子供学校行ってるんですよ。今日と明日は学校行って、また3連休あるから。それ谷間って言うの？谷間じゃん、ゴールデンウィーク。え、違うの？でも今日と明日を休んでる人は9連休になるんですね。ねえ、9連休もしちゃうんですか、うん、皆さん。そう、9連休もしますよ。ただ、ね、ゆっくりしてください。ゆっくりしてくださいというか、まあみんなね、遊び行ったりしてるかもしれないけど、個人的には全くゴールデンウィークってそんな、ゴールデンウィークあんま関係ないもんね。関係ないですね。だって、まあ緊急報告的なことになりますけど、僕はずっと豊洲のあ、もう今日も、いや今日は休園日だけど。あ、今日休園日なんだ。火曜日は休園日なんですけど、はい、ドクロ城の七人シーズン極修羅天魔、45ステージが終わりまして。あ、そう、はい、お疲れ様でした。残り、いやまだまだ終わってないけど。お疲れ様でした。まだ30公演ぐらいあるんだけど。はい、まあ後半戦に突入して、まあ、ずっとね。でもまあゴールデンウィークだからといって、その本番スケジュールは全然変わんないんですけど、ね、変わんないんですけど、だからまあ全然僕は何ら変わらないんですよ。客層も、うん、まあ、あんま分かんないだろうけど、うん、舞台上から。いや、分かるよ、客層が。カーテンゴールドか変わる、なんか違うなって。何か今回のってこと、うん、あ、今回のっていうか、じゃあゴールデンウィークだからっていう。あ、高校生がいるとか。いやいや、分かんないけど。分かんないか、高校生かどうか。分かんないけど、でも地方から来てるお客さんが多分多いよね、ゴールデンウィークだから。あー、だってね、あ、そっか、東京でしかやってないでしょ。そうですね、っていうのをなんかちらっと話が言ってましたけど。そうですね、まあ遠方からね、豊洲でしかやってないですからね、回るやつが。うん、だからまあいいチャンスで来ていただいてるお客さんも多分多いと思うんですね。 ありがたいことですね。ありがとうございます。で、ひとみさんは。私は、まあ、稽古中になりました。お、稽古中になりましたか。無限の住人の、はい、早速チラシが完全版。これかっこいいですね。完全版じゃない、完結編。あ、完結編。完全版。舞台版、うう、舞台版無限の住人、はいはいはい、完結編、今稽古しております。いはい、どうですか、その、どうですかってね、抽象的な質問ですけど。どうですか。なんかすごい ね、セットが、はい、セットが、いえ、まあ、詳しセットがね、詳しくは言えないですけど。詳しくは言えないですけど、はい、まあ、完全版じゃないけどね、うん、やっぱ稽古版なんで、はいはい、すごい複雑っていうか、すごい複雑、セットが複雑、複雑で、うん、もういろいろ出はけするところがあるから。楽しそうですね。いっぱいあるから、立体的になんかもうなってるってことかな。すごい立体的、面白そう。なんか迷子になるんじゃないかなっていうぐらいすごいね。なんかキャストもね、めちゃくちゃ多いですよね。60人とか言ってました。64人は64人。あれは違う、そんなに月どころのあれかな。何混ざってるでもそのぐらい、それを超えてるのかな、うん、え、そんなに。でも、え、月どころのダブルチームを足したよりも、そうそう、上限加減足したよりも、足した、まあ大体同じぐらい。でもすごいね、スペースゼロでね。ええー、だから本当稽古場とかでもね、いろいろ考慮してくれてて、ね、もうみんな全員集まっちゃうと多分すごいことになっちゃうから、ね、投資の時とかだって待ってるキャストさんの居場所が、ね、どうやってだよね。まあ2階みたいなところもあるから、へえ、自分の出番になったら、いや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 、こう言ってって感じなのかな。すごいね。あ、ちょっとコメントいただいてます。こんばんは、南さんの今の髪型素敵です。あらす、何を言ってんですか。うわ、嬉しい。もうありがとうございます。やっと似合う髪型見つけたかな。ありがとうございます。似合うかどうかは別ですけど。どう正直 に、まあ、になんか、まあ、まだマシ。なんか帽子かぶってぺっちゃんこになったのかなって感じ。違うわ、これワックスだよ。ワックス、ちゃんとワックスで。あ、それセットしてんだ。セットしてるよ。なんでだよ、失礼な。褒めてくれたやつをけなすなんて。なん、あのコメントしてくれた人をけなしたようなもんだよ。本当だよ。違うんですよ。乗っとけばいいのに。ありがとうございます。すごいですね、はい、似合ってます。いやいや、ありがとうございます。本当にまあこんなね、
そんな感じで、いや嬉しいな、うん、よかったね。なんだっけ、あ、そう、はい、そのキャストが多くて、あ、そうですね。じゃあさ、まださ、稽古してても会ったことない人とかいるんじゃないの。いや、それはない。あ、もう、うん、やっと全員会えたかな。あー、でもやっと。そう、でもまだね、ほんといっぱいいるから、うん、顔と名前が、うん、あー、そうだよね。正直、まだね。いやいや、そうだと思いますよ、ほんとに。そう、うん、まあ、知ってる方っていうとか、メインさんとかはもう分かるんだけど、はい、なんか、なんか研究生みたいな方がいて、あー、はいはい、え、その関さんのところのってことですか。関さんのところの方かな。ヘロキューさんの研究生みたいな方ですか。ヘロキューさんの劇団員、うん、の子とか、うん、まだ会ったことない子、はいはいはい、会ったことないっていうか、今回初めて会った子は徐々に今名前覚えてる感じ、うん、おー、そうなんですね。ついでにちょっとこの無限の住人についてちょっとひとみさんの方から説明を、あの、ご存じない方もいらっしゃると思う。ご存じない方もござりましょうが、はい、はい、ござりましょうが、これ漫画原作ですね、はい、そうですね、はい、はい、で終わりかと思って漫画原作ですねで終わんのかと思って、危ねえ。映画版も出てますけど、あ、そうですね、あの、キムタクのやつですね。キムタクさんの主演で、はいはいはい、あの、もう死んでも死んでも死なないみたいな、うんうん、不死身の人が主人公なんですよね。そう、不死身の人がね、もう、はいはいはい、が、うん、あの、殺され、親を殺されちゃったあの、うん、女の子を用心棒として、うん、まあ、はいはい、その男の万事さんっていうね、うん、人を用心棒にして、うん、こう、いろいろ物語が展開していくんですけど、はいはい、そのね、うん、でも敵がね、うん、なんだろう、なんか敵なんだけど、うん、敵側の物語もなんかすごく切なくて、はい、おー、なるほどね。なんか敵なのに、すごくなんか、はいはい、あ、こんな思いをしてるのに、あ、じゃあ完全に悪いやつじゃなくて、うん、そうね、みんなそれぞれの正義が、そう、なんかバックボーン的なものがあるから、いいですね、そういうの、うん、ちょっとなんかね、なるほど、うん、いい、やりきれない、いい、いいやりきれなさみたいな、あー、なるほど、なるほど、まあ、死んで、まあ、はい、うん、みたいな。これ、まあ、原作の漫画って言ってましたけど、原作に忠実な作品なんですか、この割と。結構ね、うん、その、はい、台本も一回もらって、はいはい、でもやっぱりできるだけ原作に近づけたいっていうところで、うん、やっぱそのセリフとかも、うん、結構随時、なるほど、なんか変更があったりとか、おーおー、なんかやってくれてますよ、もうずっと、もうね、スタッフさん、そういう劇団員の子たちもね、うん、みんないろいろその分担、うん、衣装もそうだし、援助、援助、うん、援助とかもみんな分担しててやってて、はいはい、すごい、ずっと多分ね、うん、うちら劇団公演の時、はい、さあ、もう、うん、骨、骨のように、骨のように、なんか屍のように、骨のように、骨に、屍のようになるぐらい疲れるって言いたいの。そう、げっそりっていうかさ、うん、なるじゃん、はい、なんか多分そういう感じでやってるんだろうなと思って、うん、ずっとさ、もう隅の方でさ、うん、なんかやってるしさ、ミシンとか、研いで、研いでんの、あ、ミシンミシンをさ、やったりとか、小道具とかもさ、うん、やってくれたりとか、まあ、そうだね、そんだけキャストもいてね、ありがとうございます。いや、大変だと思いますよ、本当に。あ、ちょっとコメントいいですか。こんばんは、本日誕生日からの、こんばんは、え、本日誕生日からのドクロ遠征3日間です。残り見られる回数が少なくて寂しいですが、毎回新たな発見や進化楽しんでます。わー、ありがとうございます。おめでとうございます。さっき、ね、遠征の話もしてたから、誕生日おめでとうございますんで、今来ていただいているということで、うわうわ、ありがたいですね、本当に。何ですか、あの、こちらで、え、こちらに、何ですか、こちらでお泊まりですか。いや、そうじゃないですか、だって こちらにっていうか、遠征3日間だから、しばらく、うん、あ、3日間は、でも読んだよ、もう何聞いてた今3日間、3日間遠征してくれてるから、まあ、どっかで泊まって、あの、見てください。どっか遊びに行くんですか。遊びに行ってると思いますし、メインはまあドクロ城を見ていただいてるっていうことだと思うんですけど、本当に、いやいや、ありがたいですね。どこ行くんですかね。どこ行くんですかね。まあ、東京ね、いろんな美味しいところとかもね、見るところいっぱいあると思うんで、ね、楽しんでいただければと。どっか行きたいとこある、うん、はい、東京、東京、僕ら東京にいるじゃないですか。東京じゃなくても、なんか今どっか行きたいところ。ああ、今行きたいところ、今行くとしたら、あ、はい、そうですね、はい、その話も僕ちょっとしたいなと思ってて、あ、どうぞどうぞ。あ、もう今予定立てているのが、あの、三鷹の森のジブリ美術館、 あれね、ずっと前からわかるー、ね、あれってだって1ヶ月前とか予約しなきゃいけないんだもんね。1ヶ月前なんて予定わかんないじゃないですか。わかんないですね。だけど、もう俺この
修羅天満終わったらもうすぐに行こうと思ってそうもう今日家族会議してきました。あ、そうですか、はい、もう終わったらすぐ三鷹行くんだっつって、はい、と、うん、あとまあ子供たちがね今まあ小学生になって、あーもうそっか、あれもうあれ小学校何年だったの。今小学校2年と1年なんで2年と1年なんで1年生になったの。なったよ。あれ1個違いだっけ。そうだよ。そっかー、そうなんです。おめでとう。なんでおめでとうもよくわかんないけど、なんで知らないのか。入学式でしょ、だってまあもう終わったけどね。終わってるけど、そして行けてないけど俺全然。でまあキャンプに行きたいって。あーいいですね。そうでキャンプにもうまあ日帰りでもなんでもちょっと川魚釣ったり。そうね。え、どこ。まあ全然決めてないけど、なんかそういうキャンプ場を探していこうかなって今今日家族でね、みんなで話し合ってきて。いいね。そう行きたいですね、キャンプ行きたいですか。ひとみさんはどこかに行きたいとかないですか。キャンプ行きたい便乗してきたな便乗してきたな。キャンプはでもずっと行きたいと、ね、あ、ほんと思ってらっしゃる。キャンプでだって何したい。だってキャンプで、なんだっけ、何したい。火起こしたり。火起こす。火起こす。もうさ最近はさ、もう簡単にできちゃうじゃん、ね、なんかガスコンロみたいなの、ちゃんとこうやってこういうところから火起こしたりとか。あ、そこまではまあそれもできたらやってみたいけど、薪をさ組んできてさ、はい、うん、薪をたい薪を組んできて、薪を積んできて、うん、取ってきて、うん、はい、木をこう並べて三角形に、はいはいはい、でその上でご飯の、うん、なんだっけ、飯盒、うん、飯盒水産押したい。飯盒水産。飯盒水産。水産って言うんだっけ。飯盒炊飯じゃなくて飯盒水産で、確か。あ、そうなんだ。うん、炊飯多分わかんない。俺間違ってたら恥ずかしいけど。飯盒したい。確か飯盒水産だったの。難しい感じだったの。うん、じゃあ飯盒で。飯盒やりたーい。別にじゃあ家でやったらいいんじゃない。家でどうやってやんの。え、できるよ別に。だって飯盒を買ってきてさ、それで ご飯炊けばいいんじゃない。ガスでも。それは味がないでしょ。味は別にあれじゃない。まあ味がないっていうか、味気がない。味気がない味がないっていうか味気がないでしょう、うん、じゃあ君はその飯盒で飯は食べたいっていう、ね、うん、大自然の中で。カレーね。カレー、うん、おー、それ一人でもいいんですか。一人で行ってもつまんないよ。あ、違うの。じゃあみんなでワイワイしたいってことだね。あ、みんなでもワイワイも楽しいよね。みんなでワイワイしないで楽しくないで一人でもう飯盒こうやってさそれでもいいけど。あ、いいの。じゃあ家でいいじゃん別に。じゃあ外でさ、うん、山の中で、うん、山とか川とかで やる、まあ、やりたいじゃん。で、ね、であとはね、魚をこう刺して、うん、そう、それそれね、マス釣りね。そうそれがいいな。塩を振ってさ、うん、あれがね、もうやりたくて ね、ニジマスかアユかわかんないですけど、あれをちょっとじゃあ、はい、僕はね、この舞台終わったら絶対行ってくるんで、行ってらっしゃい、もう、はい、そうね、来月のユーストリームの時には多分、うん、もう行った後ぐらいだと思うから。来月がね、6月5日なんだよ、確かユーストリームがね。うん、うん、その時にはね、すげえ楽しい思い出を話せるんじゃないかと。あれ、何日までだっけ。何が。あ、5月31日です。あ、5月31日、うん、じゃあね、終わって僕はもうすぐ土日行きたいなと思ってるんで、はい、まあ仕事の都合さえつけば、うんうんうん、はい、それで来週のユーストリームすっげえ楽しそうな話を、キャンプよかったぜっつって、またそんなどうでもいいつまんない話をさ延々とされちゃうのかな。なんでつまんないっすお前行きたいっすどういうこと。なんで自分で行きたいっすなんでつまんない話をするって。いや、キャンプは楽しいけど、うんうん、一人でテンション上がってる話を、うん、ダメ。なんだっけ、スカイダイビングの時もさ、うん、一人でなんか、うん、テンション高そうに。え、ダメ、テンション高い。だって俺それ一人の時も話したからね。俺がユーストリーム一人しかいなくて、俺一人で喋ってる時テンション上げなかったら誰がテンション上げるんだよ。一人で俺が何を喋る他に。じゃあなんだろうね、瞳さん、そんなもうマイナスなことばっかり言って ただのね、うん、私のこの偏屈いいなっていう、うん、あれです。いいな、これ何、いいなとか何か いいよなって嫉妬みたいな。そうそう、嫉妬、うん、なんかちょっと若くなった。え、なんか嘘、わかんない、嘘かもしれないけど。なんで今日化粧のノリが熱いかな化粧のノリ熱いかな。え、だって今日稽古してきたんじゃないですか。してきたよ、してきて、うん、すっげえ化粧直した。そうそう、一回全部落として、あ、うん、はい、なんか、あ、前髪垂らしてるからなんか小顔効果を狙ってなのか。まあ僕はそう、なんか、はい、30
ゴンにもなりましたから、うん、なりましたから色気が色気が出てるんじゃないですかね。ちょ何言ってるか分かんないですけど全然分かんないじゃあね、でもねたまたま私、はい、最近さもう部屋をさ、はい、もうなんかなんだ綺麗にしてっていうか、うん、たまたまってたまたま、うん、でその、うん、ちょっと風水みたいなさ感じで出た風水あどうぞどうぞ、はい、風水でさ、はい、でなんか南東に、うん、今年の、うん、犬あ 犬,、うん、犬の置物と、うん、あとなんか観葉植物とかなんか火のあ、そうそうそう火の、うん、火だかな、うん、なんかそういうのが火だかなんだか、ね、火とかなんか、うん、なんだっけ燃えるみたいな何分かってないわけねロース分かってないわけねちょっとなんか火っていうのがちょっとよく分かんなかったんだけどなんか燃えるものを置いといた方がいいってこと燃えるようなモチーフのものがろうそくとか活力がみなぎってるものあーなんか赤い感じのイメージ、うん、あとはなんかスピーカーとか、うん、あその振り子時計とかなんかその生きてるものみたいな振り子時計で生きてるんですか振り子時計なんか時を刻んで生きてるじゃんなんか止まってないものってですか止まってないものみたいな、はいはい、そういうイメージかなそれを置くといいんだってって言っててで私はそれで、うん、あのツイッターに載せたけど、うん、あの、うん、犬のなんか陶器の犬でしょ花瓶でしょそうそうそうがそれ生きてねえじゃんいやそれは生きてないけどそれ生きてねえじゃねえかその花瓶の中に、うんうん、あ花をそうそうそうあの植えればってこと植木っていうかあの観葉植物が生きてるからいいってことそうそうそうそんでそれをダブル効果で、うん、犬の置物と観葉植物、うん、ああ一石二鳥みたいな、ね、そう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 でその100均でね100均で買ってたの、うん、ダイソーで、はい、で、はい、そのなんだっけなクトロンだかクロトンみたいな感じの名前覚えておいてください覚えておいてください、はい、の観葉植物だったんですけど、でそれ調べてたのなんか効果みたいな効果っていうか意味というか育て方ダイソーで売ってるからさこれすぐ枯れちゃうのかなとか思うじゃんダイソーバカにしないでくれるちょっと完全に今ダイソーさんをディスりましたよディスってないけどダイソーで買ったからすぐ枯れちゃうんじゃないかってわかんないじゃんこれから咲くものなの大きくなっていくものなのかもうその現状のままなのかわかんないから、まあ、調べたんですねそうそう調べたら、はいはい、花言葉とか出てきておそしたら、うん、妖艶艶っぽさとか書いてあってそれでさっきの色気の話に通じるわけそれに繋がってるんだなと思ってでもその植物の名前覚えてないんでしょし覚えてないんでしょクトロンクトロンだかクロトンだか、まあ、クトロンかクロトンです、うん、なんか調べてくださいすいませんっていうのがあってじゃあ私にちょっと当てっけが出てきたんじゃないかとそう勝手に勘違いをされてるというわけなんですかそう愛情がね愛情が、うん、多分なんかめでたりしてんのその植物うんしてるうぞあのシュッシュしてシュッシュって何あ水をそう水をシュッシュしてこうやってあ話しかけてんの話しかけてはね心の中で話しかけてるぐらい寂しい人だそう寂しい人あとは、うん、あの神棚をパワーアップさせたんです神棚もあるんですかそう伊勢神宮でね誰にも伊勢神宮でねって誰がもうし分かんないけど伊勢神宮で買ったの、はい、あのお札みたいなやつはいはいはいお札あとなんかちっちゃい家みたいな、うん、あ神棚セットみたいな神棚セットではないけど、はい、その家だけ、うんたんだけどはい、ずっとそれだけだったんだけど、うん、でそれもちょっといろいろ100均行ったらさ、はい、100均で揃えられるじゃんと思ってああそうかもねもうなんか、うん、まあ100均とはいえども、うんまあ、気持ちが大事だと思うさっきから100均ちょいちょいバカにするね100均いいとこじゃんかですごいいいと思うよいいけど、うん、なんかさなんかこんな安く済ませてってちょっとなんか思っちゃうじゃんじゃあ思うんだったらちょっと東急ハンズとかロフトとか行きなよ高くでもそこをできるだけ抑えたいからでしょじゃあ文句言っちゃいかんいいじゃん別に俺は100均で私は100均大好きだよ、うん、俺も大好き誰にフォローしてんのかよくわかんないけどあコメントクロトンらしいですあ沖縄では縁起がいい植物だぞクロトン沖縄では縁起がいい植物だってあやっぱそうなんだ沖縄では縁起がいいけど東京では縁起が悪いかもしれないよえ沖縄では沖縄ではなんかなんだろうねいやいやそんなことないでしょってちゃんと否定してくださいよあそんえいや沖縄では縁起がいいですよって言うから東京では縁起が悪いのかなっていうことに対してそんなことないでしょって僕は言ってほしかったのにそんなことないでしょ押せよっていうねはいありがとうございますそうなんじゃあまあクロトンらしいのでそうそうそう覚えておいてください本当
はいはい、まあデッケがねこれからもっと出るようにっていうねー、はい、まあ、ちょっと話戻りますけど、はい、あの無限の住人でもうひとみさんの役どころって発表してるんですか？まだしてない？あのね今日、うん、発表したちょうど。いやあのねまだ長澤さんがね今日長澤さん、まさみさん、長澤美希さんがね、長澤美希さん、うん、あのあヘロキューのね、はい、あの今日あの、うん、ツイッ写真撮ってくれて、はい、ツイッターに載せてくれるんですけど、その時にあの役名も載せますねって言ってくれたから、それを待ってから、じゃあもう間もなく情報公開が多分、うん、さっき見たらまだ、うん、あそうあの載ってなかったんで、じゃあ一応ちょっと一応それが出たら、あ出ることがなかったら長澤さん大丈夫いやそれ原作にいるキャラクターなんですか？うん、います。じゃあそれファンの人楽しみじゃないですか？ねえ僕ね無限の住人途中までしか読んでないね。これ何巻からの話とかっていうの分かるんですか？あー何巻だろう、なんかこれだって巻で言うとちょっと分かんないけど、でも原作のこの辺みたいなのもあるんですよね。うん、なんかあなんかっていうかあるなんかっていうか、うん、完結編っていうことはあ、もうこれ最後までいくよ。あこれ漫画終わってる、もう完結されてるそうですよね、うん、はい、でその完結まで、じゃあそこまで完結編なんで、じゃあもう盛りだくさんのすごいボリューミーな、そうですね、キャストも多いし、いやでも楽しみだな、ぜひ見に来てください。まだ、はい、平日はまだ大丈夫、うん、チケットがまだチケットだと思う。じゃあ土日とかはちょっと完売になってるところもあるかもっていう。そうそう、うわじゃあこれ早めにチケットはどこで予約できるんですか？ひとみさんのツイッターですか？まあ、ツイッターに、うん、そのスペースゼロ劇場さんが、うん、のからのホームページから、うん、はい、ホームページからっていうのと、うん、あとなんだっけ、ローソンチケット、はいはい、から買い、うん、お買い求めいただけますので。おお、なるほど、はい、じゃあ、まあ、また最後の、ね、告知の時に、まあ、改めて、はい、いろいろと言ってもらえればと、はい、思います。でさ、俺今日気づいたんだけどさ、俺先月もさ、瞳と2人だったじゃん。先月なんか俺瞳のあのなんだっけ、お金の使い道がさクソだみたいなさ使い道っていうか、使い道いか無駄遣い、そう、節約正義みたいなさ、節電の話でしょ。そうとかね、そう、それ言いたかったの。言いたかったの。あ、どうぞ、じゃあ先にその話してください。節電ね、多分なりました、うん、なりました。あのね、あ、なんか節電なりました。 AU の、うん、AU でさ、うん、AU 電気っていうさ、うんうん、アプリがあって、はいはい、でそれで、うん、先月のやつからさ、おあの安くなった、なるんですよ、うん、で先月が、うん、前月はこれ先月3500円、うん、だったの、うん、でそれが、うん、うん、これでもまだし上がる予定、あれでももうこれ4月って言われた、私も4月30日までだから上がってんじゃん。3000円です。500円安くなった。500円安くなったんだけど、それが換気扇のせいなのかは分かんない。でも換気扇やめたってことでしょ。あ、じゃあ換気扇ね、やめたの。あ、じゃあ500円さ、換気扇だけで500円も変わるのかな。いや、分かんない、気持ちが変わったからかもしれないよ。ってことはさ、毎月500円変わればだって年間で6000円違うわけでしょ。結構違うよね。そうだね。あらあら、よかったじゃん。すごい ねありがとうございます。俺かわかんないけど、あ、でも誰かがさ言ってくれたんじゃない。西田さん、あのね、モーターがかかるって言ったのはあれか。そうだよ、ほら。でもこれからね、うん、今度はクーラーの時期になってきますから。クーラー我慢せいや、あの窓開けてさ、まだ ねそうそう、扇風機と併用してるとかね。扇風機と併用してね、うん、そんなだって家にずっといないでしょうよ、だって。うん、多分、ね、夜快眠、うん、したいけど、でも夜さ、うん、はい、何言ってたんだっけ。なんで、あ、うん、そうそうそう、扇風機と28度設定の扇風機でね、28度設定の扇風機、うん、28度設定の扇風機ってどういうこと。あ、28度設定にしてプラス扇風機扇風機で28度設定できるのかと思ってはしょるからごめん。まあまあまあ、まあいいですね。ちょっとなんか、うん、いいですな、いい傾向ですね。そうですよ。で俺今何の話をしようと思ったか忘れちゃった今その。で、あ、そう、先月が、そうそう、先月が先月私たち2人で、はい、今月も私たち2人じゃないですか、はい、で、まあ、安田君と伊藤君はワンピース歌舞伎で、ね、そうだ、どこ行っちゃったんですか。名古屋ですよ、今名古屋にいるらしいですよ、そうそうそう、今5月3日から5月27日までが名古屋の御園座で、ワンピース歌舞伎ですね。はい、この間まで大阪の松竹座で、ね、やってて、うん、で、まあ、もう名古屋にいるんでしょうかね。で、まあ、問題はあれですよ、下尾くんですよ、下尾くん。あ、下ピー先月も東京にいた下尾くんが今月もね、なんかさっきちょっと LINE 入ってましたけど、うん、ね、なんかね、ちょっと疲れてるようで疲れてるみたいね、疲れてるようで、はい、なんかね、ちょっと休む宣言の LINE が来ましたけど、うん、まあ、なんでしょうね、
なんか2ステイばっかで大変だみたいなねことを刀剣乱舞のミュージカル、まあ体をね、まあね体調をね、はい、万全にするっていうのもまあ仕事の、まあそうですけどね、まあここにもこれを軽んじているっていうんですかユーストリームを軽んじているっていう、そうなっちゃうとねあんまいい、そう聞こえが悪いけど、見ていただいてるねお客さんもほらコメントいただいてます。なぜか、ユーストのアプリのチャンネル登録がなくなってたので検索できないので仕方なく URL で開いて着席、あええチャンネル登録がなくなってたっていう、ユーストのアプリのチャンネル登録がなくなって検索できないから仕方なく URL で開いて、着席という、着席業務連絡をいただいて、ありがとうございます。はい、まあ、ちょっと どうなんですかね、チャンネル登録がなくなってたって、ああどういうことだ、はい、まあなんか、なんか何かが起こってるのかな、何かが無事でも見れてるなら、はい、よかったです、ありがとうございます本当に。こうやって見ていただいてる ねお客さんがいるから、そうですね、そうね、まあ下君がまたねいろいろと歌声披露してくれたりするのを見たい人もねいっぱいいるかもしれないですしね、はい、まあ刀剣乱舞ですよ、まあ、見ました、見てない僕、あのこの間見に行きました。あ、そう、どうだった、はい、いやもうまずね、あの東京ドームシティホールに行ったんですけど、うん、結構早めに着いて、あのグッズのね販売してるんですけど、その並んでる長蛇の列とかがあって、もうね、100% 女子なんですよ、並んでる人もちろん、あの刀剣乱舞っていうコンテンツはもう女子向けなんで、うん、でもう、入場した時も、うん、もう女子しかいない、うん、もう男、俺だけだったお客さん、キャパ1000人ぐらいなのかな。女の人出てないの？女の人は出てない。あ、ないのか。出てない、出てない、出てない。そうで、まあ俺一応関係者席みたいな感じだったから、着いたら一応関係者っぽい男性が3人ぐらいいただけで、 あと全部女子、多分 1000人ぐらい座って、多分男子とか4人とかなんだよ。おおっつって、みんなあのなんだっけ、あの光るやつ、ルミカじゃなくてさ、サイリウムか、サイリウム持って、まあまあサイリウムっていうのが今あの推しの人の色にしてさ、あ、そういう感じのやつなんだ、うん、そう、あ、それは2部なんだけど、1部が、お芝居があって、2部がそのコンサートみたいなのがあって、で、まあ見てたんですけど、あの結構楽しめたというか、なんか振ったの、うん、だから持ってねえっつって俺だけ持ってなかったの俺だけその財布持ってなくて、みんな持ってたんだけど、なんか意外にって言っちゃ失礼だけど、うん、すごい、ああでもこれ俺女子だったらこうキャーキャー言っちゃうかもなっていうぐらい、まあかっこよかったし、うん、なんか見やすかったというか、うん、シモピーはどうだったの？シモはでかかった、でかかったでかかった、でもずっと戦ってた。あ、そう、うん、すごい戦ってた、うん、顔は出てるの？ね、あんま出てない、隠してない、ほとんど出てない、うん、あ、隠れちゃってんの？残念ながら下は歌ってない。あ、残念ながら歌ってない歌えばいいのにね、うん、下が歌ったら多分会場がざわつくというか、大爆笑、うん、まあすぐ分かる、大爆笑っていうか引いちゃうか。いやいや引かないよ本当に。あ、またコメントいただきました。あと遅くなりましたが会社設立おめでとうございます。ありがとうございます。 ありがとうございます、はい、特に何もないですけどね。前回は、はい、当日だった、あ、当日とかかな、当日か、うん、1日後とかね、1日後直後だったよね。だから1ヶ月、会社1ヶ月とかですけど、まあ今特に、まあ、あんま変わりはない、うちら的にはまあまあ今のところ ね、 そうね、うん、でもう一個、あ、コメントいただいてます。活動的には、極読の遠征の合間に名古屋のワンピースも行ってきます。前回は東京と福岡行ったけど今回は名古屋来てくれるのでまた見ることができそうで嬉しいです。すごい、ワンピースも見に、あの合間に、極読路遠征の合間に名古屋のワンピースも行ってくるっていう、すごいですね、すいろんな行ったり来たりなのかね、いろんな、すごいですね、もう、ね、ありがとうございます。本当に感激がもう大好きな、本当にありがとうございます、ありがとうございます、本当に僕らの、関係の見ていただいてね、そうですね、そして、刀剣乱舞は BL 的妄想要素で売れましたからね。そうですね、BL 的妄想、そうですね、確かにそういう妄想して楽しむっていうこともね、妄想楽しいですもんね、うん、多分まあそういうのもあるんでしょうけど妄想、まあ、BL 的妄想の良さは正直僕には分かんないですけども、でもなんかそうですね、あんまなんだけ綺麗な男の子たちがなんか、うん、まあ想像するのは楽しいんですかね、やっぱりね、ね、うん、もう客席にやっぱさ、こう来るんです、あのキャストが、あ、最後の方でキャーみたいな感じでさ、もうみんなちゃんとまんべんなく回んのね、ちゃんとまんべんなく、でもうこれがあってさ、もう投げキッスとかするとヒヤーもうすごいすごい
もうね、ああこれは楽しんでますなと思って。まあ嬉しいだろうね、自分の推し面がね、うん、いたら。いやいや、でもなんか面白い、まあこの 2.5 次元と呼ばれるね、の最大級のコンテンツですよ、刀剣乱舞といったら。本当にそれを垣間見たというか、うん、なんか勉強になりましたね、すごい。はい、これからまだまだすごい、なんだろうね、日本で、うん、キラーコンテンツっていうんですかね。キラーコンテンツ、うん、うん、すごいいい評論家。何、評論家だね。キラーコンテンツって評論家難しい言葉、うん、難しいかな、キラーコンテンツ。すいません、なんか分かりづらかった。なんかすごい、だから売れる題材みたいなね、うん、はい、まあまあまだ下奥にも怪我なしないでね。そうだね、最後まで戻ってきてください。戻ってきてください。いつまでやったの。あー、これメモの忘れてた。まあなんかもうちょっとかな、うん、うん、もうちょっとなんかな、もうちょっとやってると思うんで。はい、でまあワンピース組がそうですね、5月27で、だからみんな5月舞台ですね。そうだね、はい、そうですね、そうだね。え、なぜ今そうだねってさ、なぜ今ちょっとカーリングを、うん、ちょっとなんか使っちゃうよね、たまに。まあ俺はあんま使わないかな。気持ち悪いくなっちゃうから。気持ち悪い。俺そうだね。あ、でもあの家族は俺以外は使ってるから。あ、そう、うん、あんまなんだっけ、なんか、うん、時々でさ流行るじゃん、その時々で、あ、時々で、うん、なんか流行りの、うん、はい、なんだっけ、なんか忖度みたいな、忖度、なんか芸人さんとかが使うような、うん、フォーみたいな、なんかあったっけ。ちょっと待って、すぐ出てこないけど。いや、フォーとかじゃなくて、フォーとかじゃなくて、フォー流行ったじゃない、なんかツッコミみたいな感じでさ、ツッコミみたいな感じで、そう、なんかすごい流行ってたやつ、なんだっけ。欧米化ぐらいの、お、まあ欧米化とかも、うん、そんぐらい古いの。あんま使わない、うん、私言えないんだけど、そのなんかそういうの、はい、乗れないんだけど。乗れないの。今回はちょっと乗れてるね。あ、そうだね、そうだねは。あ、珍しく使いやすい、ひとみさんの中で使える流行りが、そう、使える流行り、使える流行りが、そう、ちょっとね、来たと、うん、あ、あとね、私あの大阪、あの、はい、ワンピースは見れなかったんですけど、うん、仕事で行ってたんですよ、うん、名古屋に、何日か、あ、大阪に、あ、大阪に、はい、で、うん、あのショーパブ、あ、行ったの。そう、連れてってもらって、はいはいはい、すごかった。おー、もうショーパブ、うん、なんだっけ、布のやつ、あー、キッシュ、キッシュの、キッシュじゃない、キッシュで、キッシュ、ティッシュ、ティッシュじゃないの、ティッシュのロープ版みたいなやつで、うん、まあ、基本ポールダンス、あー、ポールダンスもやつ、はいはい、もうそれもすごかったんだけど、ほんとあのなんだっけ、なんだっけ、なんとか中、なんとか中ってさ、あの、横になってさ、燃焼系ね、燃焼系、燃焼系じゃない、なんとか中、なんとか中で、俺よう分かったな、今ので。よく分かったね。なんだそれ、もう燃焼系のあの登るのや、あるじゃん、あんな感じでさ、ああいう感じで紐でやってんの。いや、それはポールダンスなんだけど、ポールダンスやってた。すんごいな、筋力が。ああ、そうやね、ムッキムキだし、うん、もうすんごいんだけど、ショーパブそのやるんだね、軟体、やっぱすごいし、軟体動物、軟体系の体、うん、はい、体が柔らかいんですね。そう、聞いたら、でもやっぱ新体操やってたらしくて、まあそうでしょうね、で、ダンスやってたって言ってて、すごかった。で、その後に、うん、もう、フィナーレ、はい、に向かってどん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 すごくなっていくんだけど、うんうん、でその天井からワイヤーっていうかロープみたいな吊ってるんだけど、うん、でそれをなんか二人組でやってて、うん、もうブランコみたいな、もうすっごいのなんかもうあふり使ってさ、ブワーンブワーンみたいなやって、うんうん、テンション上がってるね、うん、で、うん、これ何、これずっと何これ。あ、これ人でこう交差してさ、はい、で、もう最後、なんか、うん、この2本掴んで、うん、ぐるぐるぐるって回るんだけど、あー、2本掴んで、そうそう、もうその回転がすんごいの、うん、もう羽生結弦くんどころじゃない、結弦くんどころじゃない、もう何回転ずーっと回ってんの。で、さらずっとさらに加速してくの、うん、回転が、おー、加速するんだ。で、もう見えないぐらい人が、金メダル何で分かんないの。金メダル以上のなんかね、以上の、金メダル以上の、金メダル以上の、なんかちょっと語弊があるけど、うもうすごかった、感動しちゃって、もう鳥肌立って。見たいですね。じゃあどこで見たんですか、大阪の。それなんか言うとなんかちょっと言うと何あれだから。なんであれなの。まあ有名なショーパブ、
大阪で。アポロ的な。そう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 。ことですか。そういう系の、はい、あ、じゃあちょっとコメントをいただいて、はい、感激が好きというより、アポロって有名なんだ。有名だよ。感激が好きというより新幹線のブラッツが好きというだけで、全然感激時代はそんなにできていません。だから劇団公演待ってます。うわ、劇団公演待ってますって。嬉しいですね。嬉しいです。いや、ありがたいです。もう全然やってないんじゃないですか、もしかして。みんな、まあ、うん、そうね。いや、でもね、ね、うん、まあ応援していただいてるんで、絶対ちょっとね、うん、まだ集まってやれる日を楽しみにしていただければと、はい、思います。そして、なぜにカームス、ほら、さっきのカーリングの話、カームスでしょ。あ、カーリングムス、うん、カームス、そう、カームスって、カームスって言うんだ。カームスって言うんじゃない？うん、エアリアルティッシュですかね。そう、エアリアルティッシュね。あ、そうそうそう、ティッシュ、エアリアルだ、エアリアル、うん、いや、すごいな、それね。そう、もうね、見たいな、それな。エンターテイメントだって感じ、うん、ほんと。エンターテイメントで、その、やっぱ使ってる曲がさ、うん、まあこれ何有名な曲でさ、うん、なんの曲だ、言っていいのかな。え、言っちゃダメなの、タイトルも。なんかステージ…ナウシカ何何、うん、え、いいのかな。え、何、え、あ、X の曲を、 X の曲を言っちゃダメなの。別に俺は歌ってないじゃん。私は歌ってないけど、そう、まあ、X の曲は流れてる。どこの劇場とか、あれ、そう、X の、それを言っちゃダメってことある。わかんないけど、X のさ、うん、名前が出てこないね、うん、チャー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 、どれだけ。お前、言葉だ。あの、ラスティネイルじゃない、歌っちゃいけないんだ、歌っちゃいけないんだ。もう、すいません。もうなんか、もうボロボロですね。ラスティネイルじゃないですかかな、うん、あの、どれだけ涙を流せば。あ、そう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 、うん、CM とかでも使われてた、ね、その一番最高潮の盛り上がるサビで、うん、グラ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 って回って、かっこよかった。しかもそれがさ、うん、あの最優劇団公演の最優記1に出てた、うん、あの、なんだっけ、え何、三蔵法師。あ、そうそう、三蔵法師もう出てこなかった。全然もうボロボロ記憶がもう三蔵法師やってた、うん、おぎちゃんっていう女の子がいるんだけど、おぎちゃんね、うん、そう、うん、いるんですけど、はい、おぎちゃんにそっくりだったの。おお、ずいぶんビーチのネタをと、あともう一人の方が、うん、スリーブに出てた、うん、あの、なおちゃん、なおちゃん、うん、あー、え、携帯変えたの、あー、なおちゃん、そう、なおちゃんにすげー身内ネタを、そう、すごい身内ネタになっちゃうんですけど、もう見てる人ほとんど覚えてないであろう、似てて、もうすんごいなんか、はい、じゃあ、おぎちゃんとなおちゃんだったんじゃないでも見る、もうおぎちゃんはほんとそっくりで、うん、おぎちゃんだったんじゃない、おぎちゃんをそのぐらいできそうじゃない、うん、うん、できると思うよ、きっと。でもほんとかっこよくて、うん、なんか勉強になったっていうか、はい、なんかすごいかっこよかった。なんかすっごいいい笑顔でさ、はい、あ、よかったですね。そこに生きる魂をさ、うんうん、そこにこうなんか、うん、置いてきた、お、え、魂置いてきた、私のじゃなくて、うんうん、その人たちが、うん、そこに生きてた、そう、魂をかけて、そう、やってる姿が全然、ね、うん、ほんとかっこよかった。あ、いいじゃないですか。だからエネルギーもらったってことね、うん、パワーもらったってことだよね。そうそう、まあ、そういうことでした。いや、これちゃんと伝わったらよかったですけどね。伝わる、まあ、とりあえず瞳がすごいテンションが上がってたっていう、うん、俺がね、スカイダイビングをやってるとなややつでしょ。そういう感じの目線になるよね、うん、やっぱりなる。ちょっとなんか、まあ、スンって引いちゃう。いやいやいや、わかるけど、いや、なんかあの、穴がすごい多かったからすいません、穴が、身内ネタが多かった。身内ネタ、ね、いや、でもいいんじゃないですか、そういう、やっぱり自分がこれが好きだっていうのさ、まあ、しょ、なんかね、はい、女の子たちがさ、やっぱ、うん、うーって、うーっていうか、そういう、そういう、セクシーなさ、女の子がうーってセクシーなさ、格好してるからさ、うん、ちょっとなんか女の子、あ、セクシーな格好してるんだ、そうそう、みんなで、うん、もう筋肉バッキバキだったんだけど、その二人は女の子でね、そうそう、女の人は、でも女の人も何人かいたんだけど、うん、私の他にお客さんでね、お客さんでね、そうそう、うん、見てる人で、あ、キャストの人は女の人なんでしょ。キャストの人は男の人も出てる人いるの。男の人は出てない。あ、女の人が全部演者なんだ。そう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 。お客さんは別に男も女もいるわけでしょ。うん、何人かいたけど、うん、何人か、でももっと女の人、あ、そう、ほんと私と3人しかいなかった。女性がね、お客さんが、女性が、うん、女性がね、お客さんがじゃないね、うん、お客さんがじゃない、お客さん全部ショーが抜けるからさ俺が聞かないと分かんないと思う。あの、そういうことだよね。そうそう、キャストが女性で、もともとは男性向けのこう本当は店なんだね。そうそうそう、けどでも女性もいるよっていうことを言いたかったんだね。そうそう、入ってよくて、普通にエンタメだからさ、別に分かんないから、サーカスみたいな見るような俺感覚かなって思ってたんですよ。あー、あ、そっかそっか、そうそう、ショーパブだから、前提で、ショーパブってだって別に、ショーパブって、いや別に男性向けじゃなかったりしない。 あ、そっか、別にショーを見せるから
男の人がやってるやつもあんのか。あるある。だって俺むしろ男の人がやってるショーバブの方しか知らなかったから。ああ、そっかそっか。だって、うん、ショーバブやってた人がまあ何人か周りにいるし。まあ、見てみたい。まあ、ひとみさんのよく知ってる方とか、まあ、今まで名前出さないですけど。あ、そうなんだ。あ、コメントいただきました。サナちゃんの頭の中にはちっちゃい消しゴムが潜んでいるのですちゃんと指摘してくれてるよ、本当にありがとうございます。サナちゃんの頭の中にはちっちゃい消しゴムが潜んでいるのです。うまいこと言いますねそういうことなんですよ。なんかどっかでこう、なんかすぐね、頭の中の消しゴムですもん。それ私の頭の中の病気ってことですか。やばい。 あれいい映画だったけど、 そうそう、あれは病気の話です。病気の話ですねもう一個コメントいただきます。ひとみさんのふわっとした説明を全部解説してくださる南さんのスキルがすごいですって本当、ね、これ褒めてください。すごいよ。ありがとうございます。いやいや、もう全然、だから安心してはね。いやいや、僕はいいんですけど、だから怖いのは、あの、ひとみが一人でやってた時のフォローの人がいない時に、ね、お客さんがどうちゃんとなんか脳内で保管してくださってるの可能性もありますよね。でも一応そういうところがまあ魅力なのかもしれないよね。そういう、あ、いいことをおっしゃります。はい、だからそうした方がいいでしょ。そういう、うん、そうでしょうか。そう、知らんけどそう、それがちょっとね悩みでもありますけど、うん、いや、私はね、いいと思うよ。俺ね、それもうね直さなくていいと思うよそういう方がほら、例えば俺みたいなこういうさやつがいたらなんかそう突っ込めるわけじゃん。そう、あ、まあ、そうですね、ね、突っ込んでくれればね、場がね、盛り上がればいいじゃんね、なんか、まあ、一人でなんかこの子何言ってんだろうってさね、初対面の人は大体多分 思うだろうね、大丈夫かなって思って突っ込めない、突っ込めないこの子病気かもしれないって思うけど、この人消しゴム頭の中飼ってるけど言っていいのかなっていう、あのコメント同感、南さんありがとう。ほら、もう同感してくださった、さっきの方消しゴムの方ありがとうございます。すいません、気が合いそうですね、このたけしさん、もうあったかい目で見ていただいて。いやでもね、ひとみさんはこういうやっぱりみんなで、あの、あったかい目で見てというか、まあこれちょっと失礼な言い方かもしれないですけどでもやっぱりそれはひとみさんの良さだと思うんでね。あ、はい、こう瞳はそこを前面にやっぱ伸ばしていくべきだと思うし、はい、僕はよりちゃんと的確に、ね、的確にどん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 言えるようにしようしたくて。私はね、でもわざと、うんうん、わざとじゃねえだろわざとわざとじゃない、突っ込みやすいように天然じゃねえか、突っ込みやすいようにやってんだよ。絶対計算してないよね。計算絶対してないよね。してるよ。嘘つけよ。結構私だって言うとるよ。やる前から突っ込み次郎が満載じゃんか。この本番じゃなくてもさ、いつも俺さ、瞳に突っ込んでるじゃん。プライベートから意識してるんだもん。しなくていいよなんで二人の時そんなボケるそんなしなくしなくて。なんか日々ね、うん、そういうスキルを磨いた方がいいかなと思って。やかましいな、突っ込みに。そうでも全然ダメだよお前。いやでもいいよ、別にまんまでいいよそれは。うん、そう、僕は日々そっちに力入れるから、じゃあ瞳さん、その、あの天然ボケに磨きをかけておいてください。そう、はい、だからさ、計算してっていうか、うん、もっと分かりやすく、うん、ボケるやり方。いや、いいよ、その分かりづらいボケは瞳の先輩のけど、分かりやすいボケはノリがやるじゃん。あ、そうだね、ノリが。そういうあれ、ね、ノリなんでボケる前にボケる顔するじゃん。あ確かにねもう俺もこういう準備がさ、できるようにさ、あの、こういうのいいよな、でも。いや、あれはノリがうまいじゃん、うん、で、瞳は、何言ってんのっていうこれ一瞬このっていうさ、そのふって怖いんだよね、こっち。ええ、それはこちらはもう慣れてるし、慣れてる人からすればいいでしょ。そう、だから俺らは普段から大体言いたいことは分かる、人が、あ、俺は例えば保管するから言葉を、主語がいつもなかったりする、え、誰がっていうさ、え、何がっていうのが、でも大体分かるから、まあこういう時は説明しながら言うけど二人の時は、あ、そういう言いたい、そういうことは言いたいのねっつってわざわざ言わないけど、でもまあいいんじゃないですか、それで。そっか、はい。あ、またコメントいただきます。女性はね、助けてあげたくなるくらいが魅力的なんですよ。ほら、フォローいただいてるよ。あー、そう、だからいいじゃん、助けてもらえって、世の中の男性に。おー、うん、さすがの、助けてー。あー、ごめん、コメント読んでいい。さすがのコンビネーション、このコンビだから成り立ってる回ですね。そんな回多いですが、うわ、コンビ、そんな回多いですが、うん、だからこういう、二人で、あの、支え合ってる回が多いですねって。なんか先月もそうだったでしょ。だいたい俺がこう説教してるから。なんかね、二人になるとだいたい説教してくんだよね。だってもうそういう成立の仕方しかないんだからって。だいたいなんか怒ってるもんね。怒ってないよ、指摘してるの。この方がいいんじゃないのとかっていう方がいいんじゃない。怒ってないじゃん。怒ってない。俺怒ってるよ。怒ってない。怒ってはないけど。怒ってないですって。一応ね、ひとみさんとはもう付き合いも13年ぐらいになりますか。なりますね。21、俺が21年だから。そうだよ、もう
だいぶですよ。今年さ、何年目になるんだ、はい、芸歴。芸歴だから、付き合いと一緒だから13年目じゃない。だって僕は本当に13年目。だって僕が21の時に、その某ジャックの養成、某じゃねえな JE っていうところの養成所に行ったのが僕21なん で、うん、で今34だから13年目、14年目か、35だから俺4年目に入るってこと、うん、でひとみさんも同期だから6月じゃん、ね、多分6月から、うん、養成所入ったから養成所っていうか仕事、うん、あれ、うん、仕事初めて。でも養成所の時に仕事してたじゃないですか。あ、まあ、そっか、うん、してましたね、男たちは。ゆずのバックダンサー。そうあ、ひとみさんは行ってないのか。私行ってないのよ、一人でじゃない。そう、あのもう一人でお留守番してた。あ、練習してたんだ。そうだよ、鬼の。うわ、大変。そう、少人数でね。あの居残りメンバーと女子ってこと。そう、まあ、大変。女子っていうか、うわうわうわ、そうなんですよ、あの養成所の。そう、ゆずの初めての仕事がね。ね、ゆずのバックダンサーで、あの初めての仕事で、あの横浜スタジアムかな、ねえ、すごいよね。3万人だか6万人だか忘れちゃったけど、の前で踊るって。僕ら別にダンサーでも何でもないのに、うん、あの振り付けがラッキー池田さんで、すごい、なんかもう初めての仕事でそれです。めちゃめちゃ緊張しますよ ね。いいなって感じだったもん。ゆずもすごい大好きだったんで、うん、もう楽しくて、ねで、なんか雨が降ってたのかな。雨が降ってたから外だったの、あれ外だけど、雨、あ、いや違うな、汗が冷えてすげえ風邪ひいたんですよ僕。あ、そうなんだ。すげえ風邪ひいたけど、なんか次の日から普通にまだ稽古あって、なんか風邪をごまかして稽古に参加した覚えがありますね。風邪なんかじゃ休めないじゃん稽古、ね、休めないね。ね、本当に。でもまあいい1年だったのが養成所の話になりましたけど、そう、養成所の話になったからついでに言うけどさ、うん、なんか養成所の思い出って何ですか。もう今だから言えるみたいなのあると思うんですよ、13年前の。今だからいろいろあったじゃないですか、養成所の頃って。うん、ね、今だから多分知りたい人とか結構多いと思うんですよね。なんだろう、養成所のこれって言われると。でもで、うん、なんかパッて出てくるのは、うん、パッて出てくるの、もうなんかコーチが怖い。おもらし事件しかないんだけど。何何おもらし事件おもらし事件って何。マットでさ、うん、走り込み前宙。前宙、うん、はい、はい、走り込み前宙、うん、走ってドーンってやって。あ、ロイター版のやつかな。ロイター版じゃない、タンブリング版で。あ、あのタンブリング版で跳ねるね。跳ねるマットの下にちょっと跳ねる、あの板を敷くやつがあるんですけど、 その時の、はい、で、タタタタって走って、うんうん、その場でジャンプしてくるって回って本当は着地するんですけど、はい、それできなくて、はい、でくるって回ったらもうお尻からドーンって、うん、そのまま出せってこうなるんだけど、もう言っちゃったけど、もう言っちゃいましたけど、おじ言っちゃったけどね、先に言っちゃったけど、もうそれでお尻の尾底骨、うん、尾底骨からダシャンって落ちた時に、うん、ジャッて なっちゃって、そっちはちっちゃい方ですか、大きい方ですか。え、そのもちろん、え、ちっちゃい方。ちっちゃい方だよ。あ、ちっちゃい方ですか。大きい方じゃないよ。いや、おもらしで大きい方かもしれない。おもらしか、そっちのおもらしじゃない。その時それ話題になった。いや、わかんない、言ったかな、な私どっかでは言ったと思う。そんな頃言えないでしょ。で、待ってね、おもらししたんだ。そう、でもちょっとだけね。あ、ちょっとだけ、うん、でもすっごいもう自分のさ、うん、あれ、パンツが濡れた感じが、パンツがさ、もう分かるからさ、うん、あーと思ってあの終わった後に一回一回、はい、技を一回やると、うん、コーチにありがとうございますってやるんですけどちょっと腰が引きずったのがありがとうございます、あーすやばいって思って。あー、そうです。だからね、もう本当嫌だったの。面白い。俺ちょっと初めて聞いたかもしれない。あのだからね、うん、あのレスリングの選手とか、うん、柔道の選手って、うん、やっぱ振動でやっぱ出ちゃうらしくて。あ、そういうのあるんだ。やっぱそれ私ね、うん、あれだ、何、西学の暴露コーナーの時に、うん、あ、言ったのか、言ったかも。あ、いや、そうか、覚えてないかもな。サイボーグ学園 Z でひとみさんが主演だったやつの、お遊びコーナーみたいなところでね、うんうんうん、言ったかもしれないです。ちょっとコメント読みますね。ゆずのライブビデオ見ましたよと。お、俺は出てたやつかな。すごい、ライブビデオ、あれなんだっけ、タイトル忘れちゃいましたけどね。結構だって13年前ぐらいのやつだからね。へえ、うわ、
あ、それかな。あと、もう一個です。いろいろすごいことを聞いた気がする。アクションする予定がダンサーが最初とか、振り付けラッキー池田さんとか、そのゆずのやつ。あ、それが、まあ、こういう話が結構ほら楽しんでいただける可能性がね。たまたま持ってたのかな、うん、あ、違う、今コメントの人かな、別です。すいません。コメント最初にしてくれた方がゆずのライブで見ましたよということで、また別の方がさっきのすごいこと聞いたなってアクションの人が最初ダンサーなんで、俺人にまた説明しなきゃいけないの。もうすいません。いつもまあいいです。すいません。あのひとみさんの魅力なんで。はい。なんだっけ、あ、そう、養成所の話だ。そう、おもらし事件。僕はですね、まあやっぱり語り継がれるのは、うん、あの合宿事件ですよね。あ、合宿のそう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 、キリ、キリだっけ。そうそう、まあ一応ね、名前は一応伏せようかなと思うんですけど、うん、夏の強化合宿っていうのがあるんですよね、うんうんうん、あの養成所の恒例の鬼合宿がね、うんうんうん、もう入ってあれは、2ヶ月後ぐらい、3ヶ月後ぐらいですよね。あ、そう、夏、そうだね。あのスタントがスタントと、なんだっけ、あのロープの。そっか、もう3ヶ月でじゃああんな高さから飛び降りてたんだ。そうそうそう。いやいや、俺らは屋上とかから飛び降りてないじゃん。最大の人であの6階から飛び降りるとかだったけど、僕らはまだ、5階とかじゃなかった。いや、行って4階とかだったんじゃないかな、養成所は。5階飛んでたかな。最後の方を飛んでた、多分飛んでたよ。あ、5階は飛んでたか。5階行けみたいな。5階だから 15m ぐらいですかね、かな。で、技はさ、ポセイドンだよってでしょ、うんうん、ポセイドンっていう一番基礎の技があるんですよね、うんうん、飛び降りの。こうやってまっすぐ、そうそう、で、足をこうやってやってこう開くっていう、このまま背中で落ちてくみたいなやつです。そうね。あー、それで映像を撮りますもんね。あの映像撮るじゃないですか、最後、うんうんうん、36期の南義弘です、ポセイドンお願いしますみたいなことをやってさやるね、懐かしい。その時の当時の某リーダーがさ、うん、高所恐怖症だったじゃないですか。でも映像ね、今残ってると思うんですけど、うん、壁にこう手ついてさ、うん、もう合唱ができないんだよね、怖いから。こう36期のうーん、もうなのです、よろしくお願いします、ずっとこうやってやってたっていう、この見たい、今見たら面白いだろうね。三十期の矢沢桃太郎ですって言って名前言って言ってた、ももちんね、はい、コメントをいただいてます。ファンに教えてもらったんですが、ゴーホーム、そう、ゴーホーム、ゴーホームだったと思います。そう、ゴーホームだ、思い出した、ゴーホームです。おもらしは最学で言ってましたので、うわ、よく覚えてる。俺一緒にその芝居やってたのに覚えてないってすごくない。そうだよ、そこ出てたもんね、俺もね、出てるよ。俺聞いてなかったのかな。聞いてなかったんだろうね。俺もなんかわかんない、わかんないけど、まあそういうのがあって、でまあそういうスタントとか、あのロープ、なロープなんつったっけ、あいの、降りるの、なんつったっけ、名前忘れてた、ロープスライダー、あ、ロープスライダー、うんうん、あのシャーって忍者みたいなさ、降りてくるやつとかが、うんうん、まあ基本だったじゃないですか、うんうんうん、合宿のメインで。で、その夕方になったら、恐怖のね、恐怖のサーキットトレーニングと筋トレ、筋トレ、筋トレが、旅館の駐車場ですね。そう、あの千本振り、そう、まず素振り千本振りからさ、腕立て100の V 字腹筋100の背筋100の倒立1分を、あ、何セットやったっけ、あれ100回だっけ。100だよ、全部100の1分の、あ、じゃ100秒だ、倒立100秒。あ、倒立は無理だったな、もう頭から落ちた。あれがほぼ全員潰れるまでやるんでね、だから10セットぐらいやってたのかな、10セットか15セットか分かんないけど。あ、100回を何セットもやってたよね。やってたじゃん。そうそうそう、私100回だけ。違う、その1セットだってできるわ。そう、1セット100回を何セットもやるんだよね。何セットもやるじゃん、しかも一切休みないじゃん。腕立て用意って言って腕立て終わったらさ、腹筋用意じゃん、背筋用意、倒立用意でさ、唯一休めるのが倒立の補助側だよね。そうだね、倒立の補助とこう2人1組で変わるからなるんだけど、うん、もうみんなね、こう手こうなっちゃうからさ、うん、もう持つんだよね、うんうん、あの相方が、そう、相方が相方がもう手浮いてるぐらいこうやって持つ。あの潰しちゃいけないからね、持たないと危ないしね。もうね、暗黙で、あ、ちょ、コメントいただいてます。ジャックの新人研修、崖から海に飛び込むの見たことある。あ、これすごい、すごい、八丈島の当初の一番昔のやつですね。ジャックの時代の頃のやつだよね、はいはい、これもまあジャックの時です。僕らの時はそうですね、 JAE になってからだから、うん、コーチが変わってからのやつですけど、うん、まあね、その筋トレがずっとやって、うん、みんながもう腕上がんないぐらいまでやって、そこから今度サーキットトレーニングや、あれほんと過呼吸みたいになったもんね。もも上げとさ、なんかもうダッシュ何本も、あのこのパーン、ピーピーってやると、ピーってやったら方向転換してね、と手押し車とかさ、あれ、ね、で最後に円になって、このさ、あのなんだっけ、あの馬跳び、あの腹筋ね、あれ、お腹に乗るやつじゃなかったっけ。違う、あ、それもあったけど、最後はあの飛び越えてこうやってさ、馬を飛べるやつ、あ、
で、あのもう遅いやつはさ、もう外回れっつってさ、もうみんな死にそうになってさ、でもその辺で入ってるやつとかもいてさ、痛っけ、入ってる人痛いよ。俺はだってほら、あの6回ぐらい行ったのかな。あ、そっか、6回行ってメンバーになってから行ってるんだ。そう、で、途中でタクシーで帰ったやつもいて、その伊豆だっけ、あれ九十九里のとこからさ、タクシーで帰った人とかいて、で、まあちょっと本題にまだ入ってなかったんだけど、そう長い前置きが前振りが長かったけど、それでね、ザイルロープ、うん、ザイルって僕ら呼んでるんですけど、それをね、僕らの木がね、使ったやつ片付け忘れたんですよね。あ、覚えてますか。私はもう何回か聞いてんだけど、そう、僕らがペーペーだから絶対片付けなきゃいけないのに、うん、それをね、片付け忘れたんですよ、僕らの我が36基は、うんうんうん、で、それをね、なんか風呂場でなんかもう最終日とかだったからちょっと気が抜けてたのかな、うん、で、最終日だったんだ。最終日の風呂から出て、しゃーもうさっきとも全部終わったし、うん、明日スタントとかでもう終わりだ、しゃーやっと普通の生活に戻れるっつって外を見たら、先輩がそのザイルを駐車場で勝たせてたんだよね。俺らが干しっぱなしにしてる、やばいって言って、で、こうすいませんでしたっつって、あのやりますって言ったけど、もう先輩はちょっと遅いんじゃみたいな、もう怒りオーラをちょっと出してて、で、まあコーチが来ちゃって、でもうコーチももうピキピキ来てて、うん、まあでもそこで終わればね、まだそう、人見なかったんだっけ。いなかった。あ、女子はいなかったのか、うん、話に聞いただけか、うん、それで、まあすごいピリピリしたけど、まあそれで終わるはずだったんだよね、うん、で、ちょうどワールドカップのサッカーで、うん、ちょうどね、誰かがゴール決めたんだよね、うん、そしたらもう、そう、ある某先輩がうわーってね、静かな夜にもう大絶叫しちゃったもんだから、出てこいっつってコーチが叫んで、もう別にね、叫んでない関係ない僕の同期とかもみんななんか出てきちゃう、やばいっつって、絶対静かに寝ようとしてたやつまでみんな駐車場にこうね、並ばされて、で、騒いでたのおめえらかっていう、この怖い尋問が始まって、でもあまりに怖すぎて、その全然騒いでなかった僕の同期がはいって言っちゃったのね。そしたら平手でバーンってさ、 あれなんか回し蹴りなかったっけ。いや、回し蹴りはね、その後かな。あ、その後か。あの、それでバーンって、もう何も悪いことしないのにバーンって眼鏡壊れてる。眼鏡壊れて、ひどいね。そう、もう そっからかわいそう。なんか先輩が、先輩のなんかまあその話し合いなんかで、お前じゃねえのかみたいなのがあって、うん、で、お前がっつって、すいませんみたいな、なんかそしたらもう怒って、こう、蹴りが、もう怒った時に蹴りが出たりして、もう、で、それをね、その先輩もかわしたりするもんだから、あー、やばいやばいって、で、もう僕らもう養成所のメンバーは、その、ずっともうこのアスファルトを見てて、もうずっともう目線上げられなくて、怖かったもんね、ほんとコーチ、もう、そのがもう怖すぎて、もうそれ、ずっとその話だったね、もう、だからもうなんで女子、その声聞こえなかったな、でも。もう君たちはもう寝てたんじゃない？寝てたのか。もうか、騒いでなかったから、行く必要なくねってなったのか。いや、全然その声、その話題にもなんなかった。いや、もう伝説の夜でもう、怖すぎてもうみんなが死にたいって思ってた。その時。今だ、結構さ、そういうの問題になってるじゃんね、なんか。あ、パワハラ。相撲、そう。パワハラ。いやいや、まあまあ、でもそういうのが、やっぱり逆に、まあ肯定するわけじゃないですけど、僕らはそういうのでまあ言ったりしないからね。でもいただいたというか、まあ僕らはすごい良かったと思うんですよね。なんか、うん、やっぱ当たり前じゃないけど、ね、クソガキだったし、まあゆとりみたいな感じのやつらにこう喝を入れてくださってたと思うから、うん、僕はそれはすごい良かったと思います、うん、なんか真面目な話で、私も思います。はい、もう1時半になっちゃう。あ、本当だ。ちょっと告知しよう。なんかね、あ、そうだ、あと、あれだ、何、ね、あー、そうだそうだ、忘れてた。まあ、これはもう言ったからね。いや、まあもう一回最後に、じゃあ5月の、5日と6日ですかね。はい、5日から6日にかけて、ね、5日6日か、27 hour live streaming TV2018 というね、企画が、はい、Ustream の、はい、各、うん、番組のうちらだけじゃなく、はい、他の団体さん、うん、たちがいっぱい、はい、出るとのね、まあ、特別スペシャル番組がそういう感じです、はい、あるということで、これが5月5日から6日にかけてということで、5月5日の、18時オープンの18時半スタート、チケット5000円で27時間飲み放題。27時間飲み放題ってすごいですね。27時間飲み放題、27時間ずっと入れるんだな、これすごいすごいな、これ。そういう人もいたらすごいね。
27時間ずっと配信してるってことですので、っていうことですよね。27時間テレビみたいな、ね、すごい、っていうことですよね。でまずなんかミニライブ、ミニライブがあります。ライブがあっていろんな方が、ほら島雄大さんとか出るよ、あの僕らと一緒にねやった。で、12時からお笑いコーナー、まあ、芸人さんがいらっしゃって、はい、大喜利やすごろく、これはギネスに挑戦とかいろいろ楽しい企画があり、ここですね、朝7時、はい、6日の、うん、朝7時ですね、朝の7時、はい、に、我らがひとみさなえさんが、出演されるということで、はい、女子トーク、女子トークします。朝ですね、朝みんなさん見るかな、起きて、これは何、どんなトーク、なんかさっきちらっと言ってました、なんかどんなトークを展開するのか、まあ、女子トークなんで、うん、恋愛とか、そう、なんかさっきちょっと下水話をするんじゃないかな、インスタ映えみたいな、そんな可愛いもんじゃない、なんかそういうあれかな、うん、なんか脱いだりとかするのかな、しないのかな、なんでよ朝っぱらから、あ、これほらひとみさん、豊住ひとみちゃんとか阿弥陀萌さんとか、ひとみさんね、ひとみさんは一緒に歌歌った、ね、僕阿弥陀萌さんと一緒にこの間歌った人とかね、まあブラッツにもね関係の深い方も出てらっしゃれたりするんで、はい、まあ朝7時ですけどね、で、はい、そのちょいちょい、うん、もうちょいして15時から番組対抗動画祭り、うん、おー、まあ、飛ばしたね途中ね、そう、ちょっと全部説明してないんで飛ばしたね時間があれかな、うん、まあいろいろアニメ王決定戦とか、なんか恵美子ちゃんとかのグルメ紹介とか落語とかがあって、3時から番組対抗動画祭に、我らがひとみさんの動画があると私の、ね、謎の動画が20、もう謎のなんだ、27秒の、ああ27時間テレビだから27秒動画が流れるので、おお、はい、なるほどなるほど、はい、何ですかあ、見てのお楽しみということで、見たことあるし、まあ、いいか、なんだよもう吐き出悪いな、まあ、ひとみさんがまあ関係するのが、その朝の7時から、9時までのその女子トークってやつと、3時からの番組対抗動画祭ということで、はい、よかったら、まあ、もしね、見てください、はい、まあちょっとなかなか、昼間だったり朝だったりちょっとお忙しい時間だと思うんですが、これはでも後々でも見れるんですよね、きっとね、はい、あ、まあ、後々アーカイブとかでも見れるそうなので、ぜひね、またチェックしていただければと、はい、思います。さあ、あとはね告知事項もろもろとちょっとやっていければなと思います。まずひとみさん、じゃあさっき言ってた、はい、先ほどもあれしましたが、無限の住人、じゃあどうぞ、無限の住人、はい、舞台版無限の住人完結編、はい、が5月13日から22日まで、はい、はい、新宿のスペースゼロ、はい、でやっております。ほうほう、はい、はい、チケットの方はツイッターとかの方に、うん、URL ローソンチケット、うん、スペースゼロさんのチケットサイト、うん、ホームページから、お買い求めいただけますので、はい、ぜひ、はい、はいはい、なんかちょっとぽい、私っぽい感じの役どころでもあるなみたいな感じなので、ちょっとバカってことですか、頭の中に消しゴムを買ってる的なことです、頭の中に消しゴム買ってそうな感じのキャラクターなので、なるほど、ぜひ見に来てください。はい、はい、ちょっと楽しみですね。はい、そして僕はですね、今現在公演中の、シュラテーマドクロジョン死にシーズン5が、残り30ステージぐらいですかね、5月31日までありまして、はい、その後もちょろちょろと仕事させていただくんですが、今発表しているのが、9月15日から10月25日までに、また豊洲は IHI シアターラウンドにて、うん、メタルマクベスメタルマクベスの、はい、ディスク2、ディスク1、2、3って3本あるんですけど、はい、それのディスク2にまた劇団新幹線さんにまた出演させていただくと、はい、すごいお世話になってますので、またそちらの方もね、お願いします。はい、で、まあ、はい、お願いします。いないメンバーも言ったか、刀剣乱舞の人と、うん、ワンピースの人ですね、はい、はい、ですのでよろしくお願いします、まあ、はい、応援よろしくお願いしたいと思います。まあ言い残したことはないですね。言い残したことは、うん、はい、はい、最後コメント、女子トークの時間はお仕事かな、残念、あ、ひとみさん、じゃあまたアーカイブでね、はい、見てください、後日にまた見ていただければと思います。はい、はい、次回は6月5日の第1火曜日、24時半に、またお会いしたいと思います。まあみんないるのかな、もしかしたら、どうなのかな、どうなのかな、どうなのかな、まあ、はい、僕とひとみさんはいるんじゃないかな、大体いるからね、なんか暇みたいな、暇じゃないんですよ、暇じゃない、やる気があるんですよ、そうそう、まあ、他のやる気ないとかじゃないですけど、うん、はい、またね、来月6月5日にね、お会いしたいと思います、はい、じゃあ、ね、またタイトルコールで締めたいと思います。いきましょう、はい、劇団ブラッツの集えアジトに大集合、おやすみなさーい、遅くまでありがとうね。